はい、皆さんこんにちは、ペソでございます。上昇麻雀天牌の2回目ですね、やっていきたいと思います。で、前回も一般麻雀練習でね、8級でしたんで、今度はちょっと7級挑戦したいと思います。はい、7ですね。はい、カリトンは柳沢さんで、キーチャですね。はい、トイさんということで、私か。はい、左4。あー、出親になっちゃいましたね。あんまり好きじゃないんですけどね。ここはちょっと、あー、3ピン引くんかい。ちょっといつ狙いがね、面白いかなーと。おー、すそ引いてきた。え、あ、初待ちか。リアンワン初のシャボテン。リーチ初のドラあったかな。あ、ドラさん。おー、いきなり。はい、地獄ですね。789、純ちゃん目がね、チロチロ見えてるんで、ちょっと様子見ながら行きましょうか。はい。で、枯れたところからね、泣きはかけずに。難しいなぁ、こっち行きましょうか。6、7、8の3色っていうのもあったんですよね。ちょっと意識しすぎたかな、純ちゃん。クッソが2枚出ちゃったね。仕方ないね。ね、マンズは切れないですね。イース G1。はい。ピンフリー、メンピンドラドラ116ですね。うわ、飛んじゃうんじゃないのこれ。今回はちょっとハイパイに恵まれてない感じですね。ドラそばだけどね。ちょっとこっちから寄せみましょうか。ドラ引いたけどね。するしかないと思ってたら、一応張りましたね。ちょっと仮点で様子見ましょうか。中ピンね、リーチしてきましたね。あ、ウッパッソか。あ、違う、カンパッソだ。わ、本一面本一ペ満眼ですね。裏乗るんかな、裏次第では。まあ裏は乗らなかったよと。うわー、また端っこばっかり来たなー。そうですね、ちょっととなるべくマンズは見せないようにしながら行きましょうか。ちょっと3色とかまで行くとね、調子良すぎるので、まあドラム E1 は生かしたいですよね。
まあ、本来そこの 嘘からなんか切っちゃダメなんですけどね。まあいっそは通るでしょう。で壁にして、うわーえらいとこ積もったな。進むいける。スピン2枚、竜はいけるね。サブロッピンでしょ。あー違う、ローチューピンか。はい、116ね。あ飛んじゃった。あマイナスでもやるんだ。まあちょっと次のね、組み替えれる範囲引っ張るまではこのまま様子見ましょうか。今ねパスを残さなかったのはチャスを 1枚目で切ってたから、切ってんのを見たからです。あーここのこのタイミングね。はい、カン。あーええ感じですね。リーチしたろか。はい、サブロッピンだけどね。まず出ない。積もりたいっていうのがあったんでね、裏ドラ期待で。まあどの道誰かが出すの。おお勝負出るか。怖っ。おお積もった。はい、リズモタンヤを今のところ2丁ですね。裏乗れば跳ねる。あー乗らない。またドラ筋をね持ってる、いい感じになってますよね。さあシャアが活かせるかどうかだけど、トイツバー的ななんか様子も見せてるんで、まあ、ここからの組み替えが大変でしょうけどね。ドラ1枚見せられてるからな。一応こっちから行こうか。三ゾ1枚、これで嘘引くとやばい。あーかぶるんか。ローピンに巻いててるんでね、ちょっとこっちを嫌っていきましょう。あーやっぱマンズがやっぱりね思ってた以上に積もんなかったですよね。ここは泣きかましてでも行くべきなんでしょうけどね。リャンピン3ワンよっそ。あースピンショー抱えておきましょう。ああ、監視だろうか。ね。はい。親がね、あれしてるんだけど。で、リャンウピアってもね、スーピンはないはずなんで。3万切りたくないんですよね。ちゃおうか。で現物切ろう。はい、はい、タンのみですね。タン1枚。チャスト積もってくれるのか。こっちから行きましょう。
うわあ失敗。そうねこれは完全に読み違えたな。リーチか、こんなとこ切れんな。ヒントが少ない。まあそこは通るでしょうけどね。パスは通した。まあスーピン3枚切れてるんでね、リャンソーも通るとは思うんですけどね。仮点か不利点やけど。あーロッソか、痛いな。これは無理だね。あーカンウッピンか。はい、リーズもドラ一丁こっぱちね。まあ合わせていきましょうか。まあペンもねそんなに、まあチャッピンバービン引いてくれたら楽ちんですけどね。一応仮点、医者点か、射点にして、中央盤がね、あーそっち積もるんだ。仕方ないね。ここでリーチ行こうか。はい、ウーパーワン、これは出ないな。うわ、リャンワン出してくるのがすごいな。対面がすごい考えてますよね。あー出た。はい、リノミですけどね。裏ドラ期待乗らない。下茶から上がりたいですよね。ダブリ、嘘だ。わかるわけないやん。積もられた。サブローチューピンか。しかも高め積もってたね今。強い。あっさり親流されてしまいましたからね。
10番なんかもっと切りにくいですよね。まあ現物、あ積もった。面前積も1丁か。あそうか、3増ないからのみですね、ごめんなさい。はい、5本3本左っ端。まあ自家製から切りましょうか。いやーピンでは待ちたくないね。もう切る気満々でしたからね、パワーは。あーこれはね、リーチそうやな、誰か。ほい来た。大丈夫。お、スチワンか。あ、違う、イスワンか。はい、リーチ一発ピンフ。ドラあった、ドラ一丁。マンガンですね。マンガンっていうか、まあ、ピンフルールだからね。7700。はい、オーラスですね。あー3万6000ぐらい差があるんですね。自家製ポン。いやードラ2枚目か。ゴロか一通なんでしょうね、やりたいとすれば。そうですね、エロー中盤引くようだったらまた考えないといけないんでしょうけど、もう仕方ない。トン、あそういうことか。あ急ぎとかないな、やばい。サブローワン引いてくれないとね。サンゾが薄いんか。123ロッソももうない。親は転廃してそうだけどね。待ち方が悪かったですね。あ、脳天か。はい、ということでですね、今回はちょっとあっさりと終わっちゃいましたね。一応考察やっときましょうか。はい、もう次回からちょっと読まないですけどね、今のハンちゃんを振り返って反省考察を行いますということですね。質問5つ、トップを取れなかった最も大きな、っていうか下茶が強すぎただけなんですけどね、場の流れをつかめてなかった。まあ、勝負どころ間違えたのもありますね。まあ、B にしときましょう。考察するとポイントはこの辺いつもですね。
タチャの動き、C、はい、インフ、浮きのまま上昇するが、それ以上のトップを取っている人がすごかった場合ですと、まあ、そのままですね。このパターンはまずまずの状態といえます。特にトップをまくることより状況に合わせて浮きを取れたことが評価されます。今後ともこの調子を維持すれば、必ずトップを取る回数も多くなるでしょうということですね。はい、今後のアドバイス、普通です。もうワンランク上を目指しましょうとね。自分自身が半チャン中にチェックする項目を増やしてみてくださいということでした。では次回はですね、そのままもう一個Qを上げてやってみたいと思います。ご視聴ありがとうございました。テンパイ2回目でした。それではさよなら。